高橋三千城は、静岡県熱海市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。2016年からは、名古屋産業大学公式野球部の監督を務め、2018年からは、ヤバトンブースターズのコーチを務める。他が中学校時代には、東海八県大会で高等して、東方校の坂口慶造監督からも注目される。静岡商業では、 荒れ玉の号泣投手として鳴らす。2年生時の1973年春の選抜に出場。しかし1回戦で、この大会に準優勝した広島商業校の佃田、正きにカンを喫する。1年上のチームメイトに三類種の秋田秀幸がいた。翌1974年夏の県予選では3試合連続のヒットノーランを記録し、夏の選手権に出場。 準々決勝に進み、前橋工業校の向井田啓本と投げ合うが例から、一で赤敗二学年下に、遊劇種の久保寺雄二、内野の控えであった大石大二郎がいた。高校卒業後は、明治大学に進学し、同期の香取義ーをしたかと二枚看板として、活躍、四年生時には、首相も務めた。当時の東京六大学野球リーグは、 江川卓を擁する法政大学の前世紀であったが、江川蘭が卒業した直後の1978年春季リーグで2年半ぶりに優勝、同期のベストナインを獲得する。同年の日米大学野球選手権日本代表に選出された。リーグ通算55試合登板、18勝14敗、防御率2.36、156奪三振。 1978年のプロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズから一位指名を受け入団。1年目の1979年から先発、中継ぎとして起用され5勝を記録。将来を期待されたが、右腕血行障害を患い、翌1980年から登板機会が減少する。手術、リハビリを経て1983年5月25日の、 大阪神タイガース戦で初完封勝利。この試合ではゴロや振り逃げ失敗などによるアウトが一つもなかったため、9回史上初となる無法殺完封勝利となったが、結果的にこれが最後の勝ち星となった。1984年限りで現役引退。現役時代の主な球種はカーブ、フォーク、シュート。 1985年から1995年まで、中日の投資コーを歴任。1985年と1986年は2、軍投資コー1987年は1軍投資コー1988年から1991年までは2軍投資コー1992年は1軍投資コー補佐。 1993年から1995年までは一軍投資コーチを務めた。1996年と1997年には日本テレビ、中京テレビ東海ラジオの野球解説者、日韓スポーツの野球評論家として活動。ズームイン、朝のプロ野球入れ込み情報では中京テレビの解説者として中日情報を担当していた。 1998年から中日に復帰。2000年まで一軍投手コーチ、2001年と2002年に二軍投手コーチ、2003年に一軍投手チーフコーチ、2004年から2008年まで二軍投手コーチを務めた。2008年の韓国プロ野球、LG ツインズ周期キャンプで投手インストラクターを務めたことから、2009年から LG の一軍投手コーチに就任。 チーム事情で6月から2軍を担当したものの、2011年まで在籍した。2012年には、韓国、キアタイガースの1軍投手コーチへ就任した。しかし、1軍投手陣の防御率が、シーズン開幕の直後からリーグ再開に低迷したことから、4月には2軍担当へ移動。結局、同年限りで退団した。2013年に2軍投手コーチで中日に、 復帰したが一年で退団。2014年からはスポーツ用品の小売チェーン店を展開するヒマラヤでプロアドバイザーを務めた。その一方でプロ野球経験者による学生野球の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて2014年末に研修会へ参加。2015年1月30日付で 日本学生野球協会による資格回復の適正認定を受けたところ、大学時代のチームメイトであった渋谷渡るから系列校である名古屋産業大学公式野球部監督への就任を要請された。2016年1月1日付で同大学の監督に就任。2018年からは社会人野球クラブチームのヤバトンブースターズのコーチに就任。 プロ入り間もない吉見和樹や尾拓也らを指導した。情熱的な指導には定評があり、20年以上も指導者として中日党主人を支え続けた。高知3年目の1987年には山崎武志らを引き連れて、ドジャース参加への野球留学に同行、ドミニカでのリーグ戦では合流した現地チームの投手が不足して急遽登板して、 優勝に貢献した。ありがとうございます。